はい、皆さんこんにちは。今日ご紹介しますのは X ボンバーに登場しましたビッグダイ X というロボットです。今日はですね、バラバラの状態からの、ご案内ということで、旬な話題とはほど遠いんですけどね、これ本当は私ね、またこれを持ってきましたけど、この合身といいね、合身って書いてますけどね、この、合金 Z というシリーズですか、マジンガー Z からのモノパクリなのかな、超合金とは使わないで、超合金 Z じゃなくて合金 Z っていうところが、なんともですね、なんかね、Z キャラクターなんて書いてますけど、高徳さんの商品ですけども、X ボンバーという、ね、番組に出てきました、劇中に出てきたロボット。でこれ、こういったあの3機に分離してますけども、昨日紹介しました X ボンバー、よしかっこいい。でこの X ボンバーのどこに入ってるかというと、こっちの側にですね、ジャンボで、この飛行機がここに入って、このように張り付いてるわけですね、このようにピタッとか、本当はね。で、この反対側にはこのレッグスターっていうね、これが張り付いてる。そして、ここのところに、ブレインダーっていうのがこの辺にぶら下がってる。まあね、結構あのね、むきみっていうかね、収納されてるのかと思いきや、本当にこの辺にね、むきみで、指でわかんない、むきみでこの辺にボコボコっと吊り下げられてるだけというね、強引な設定ですね。まあ結構それも好きでしたね。多分ね、この番組人形劇というのがあって、本当はあのサンダーバードみたいに、かっこよくやりたかったと思うんですけども、やっぱり予算の都合とかで格納庫からね、開いてそこからかっこよく発信なんていう、なかなかそういった予算が出なかったのかな、もう最初からここにぶら下がっていたらそこから落とすだけですからね、なんかもう撮影の手間もクソもないって感じなんですけども、そういったところで、ロボットの変形値もね、これを戦闘機だって言い切るのもね、すごい、かっこいいって難しいところですけども、これね、本当に繊細な作りなもんで触るのが非常に怖いです、ね、ここがコックピットなんですね、この青いところがね、この辺のちっちゃいのがコックピットで、ここに人が乗ってるので、この戦闘機自体がもうすっごい巨大な戦闘機です。じゃあちょっとね、まずはこの頭のこの突起を引っ込めて、であとはパカッと、なかなかね、これがね、よいしょ、うまいこといかないんだわ、毎回なんでっていう、よし、これぐらいくっついてれば大丈夫かな。このね、軟質素材のアンテナがついてるんですけども、これがくせもんでして、軟質素材かなと思いきや、パキッといっちゃうことがあるんですね。これね、もう軟質素材がね固まっちゃう。これがね、ディティールアップパーツですので、これ外します。よいしょ、これで、頭部の変形、こう飛んでて、これガチュンとこの形になるわけですね。それが、これがジャンボで、ね、ジャンボとボディをかけた名前なんですかね、すごい豪快な名前です、ね、この機銃を外します。機銃外して変形はもう本当に超簡単、もうここを押し込める、ああ、もう本当にもう全てがこんな感じです。よいしょ、どこまで押し込んじゃったんだこれ、よいしょ、下まで押し込んじゃった、よしと、なんかもう普通だったらここら辺でピタッと止まりそうなもんなのに、なんか下まで行っちゃうのね、これね。まあこの辺がね、エボリューショントイっぽくて素敵です。でこれがですね、着陸着、これもあの不要パーツですので外したいんですけども、さっきの衝撃で軸がずれたかな、ちょっと、あ、よかった、この軸がね、中がですね、ちょっとこんな豪快な出来になっていて、ここに磁石がついてるっていうね、なんかこれで腰を動かせようなんて感じなんでしょうけども、はめてしまうとまず動かない、何のための磁石なんだかさっぱり分かんないっていうところが、なんかなかなかこの当時の商品として素敵ですね。そしてまあここで磁石の力で合体するとね、この手首がね、こ
からニュルニュルっと出てくるはずなんですけども、まあそんなものは出てこないですよね。よいしょ、はめてやる。反対側もはめてやる。よいしょ、こんな感じ。あ、なんか合体しながら。そしてこれがレッグスター。レッグスターの戦車形態って言いまして、これキャタピラがついていますけども、謎のキャタピラ、これどこに収納されているのか全くわからない謎のキャタピラ。多分ね、これはこういう状態で飛んできてロボットに変形するときは不要パーツとしてどっかに捨てちゃったんでしょうというような、自分で勝手にそう思ってますけど、ね、こういう完璧な不要パーツなものですからいらない。で、あとはレッグスターとしてはね、こうやってあのこういうような状態で座ると、ね、これが一番まともな戦闘機っぽいかな、一番変形っぽい変形をするのかなと思うんですが、まあ、不要パーツが死ぬほど出てくるっていうね。まあ、あとは足をもう折りたたんでるっていうのは、こう出してあげて、よいしょ、これをね外してあげれば、よいしょ、終わり。こんなこっていう不要パーツ、よいしょ。あと足をね出してあげなきゃいけないんですけども、これがね、よいしょ、うまいこと出ないんだわ、さって。それで、あとこのトイのちょっと残念なところはね、この足の設置が非常に悪いもんですから、なんかね、なぜかこういうパーツがついてまして、これを両面テープでここに貼ってあげないと倒れるよっていうすごい、もうこんなトイ初めてです。こんなのここにつけた方がいいよっていう。本当はね、ここに穴が開いてるのでカバーしてくださいっていうパーツなんですけども、もうカバーしたところで、ね、倒れるものは倒れちゃうので、もうしょうがない、ここに貼り付けるしかない。あ、この辺の羽とかはね、変形させているときにポロポロと折れてしまいました。これね、皆さんもね気をつけた方がいいと思うんですけども、結構壊れやすいです。壊れやすい、うん、かなり壊れやすい。あ、なんか足首が違うじゃん、ね、足首が違うぞ、足首が違う、足首がついてるよっていう。こっちの足首、これ足にもちょっと左右があるもんですからね、ちょっとね困ってちゃうんです。よいしょ、よいしょ、ね、磁石でくっついてるのもね、よし悪しなんですよね、こういう時は。ちょっとなんか今パーツが1個と外れたような気がする。これが足の裏だ、これをつけとかないと倒れてしまう。安定が悪いんですよ、なんか。で、ここのところに、よいしょ、ね、ここのところにネジが切ってありますのでね、ここのところにはめ込んでっていうような感じ。よいしょ、これでビッグダイエックス完成って感じですかね、なんか。ちょっと付属品的なところなんで、足の裏にこんな豪快なえぐれができてしまいますけども、そこはねカバーパーツがついてますので、気になる人は、うん、これで隠してくださいっていう、まあ、リアル求める人はつけないでくださいって、まあ、そんなような感じのパーツがついてます。劇中後ろなんかほとんど見えませんので、後ろがどうなってるかどうかは設定がないようなもので、わかんないです。まあこれはこれでいいのかな。よいしょ、はい、X ボンバー、ね、付属品はですね、まあ、この辺にさっき外したこの辺のパーツがついてるぐらいですけども、うん、みんな磁石の力でくっついてるので、なんともなんともですけどね、うん、なかなかいいもんです。これはなかなか気に入ってます。よいしょ、あ、磁石がついてるからみんなくっついちゃうね、完成です。まあ、普通ロボットものですとね、手首がね交換するとかっていう交換用の手首がついてたりするんですけども、このロボット劇中一度も手を開いたことがないので、開いたのかな、私の記憶には全くないですね。多分劇中そういったシーンがあったとしたら開き手がついてると思うんですけど、全く開いたことがないから、この握り手しかついてないというね、なかなか男らしい、ね、稼働もなかなか優秀、ね、磁力の力で鋼鉄ジーグじゃないんですからね、磁力の力あんまり好きじゃないんですけども、まあね、
関節関節というのは非常にコストがかかるパーツを使うことになりますので、まあ、お安く、まあ、こういったものレア商品というかマイナー商品をね、マイナーキャラクターを世に出すときはしょうがない処理かなとは思いますね。これもアイデアだと思います、うん、でもまあね、この X ボンバービッグダイ X ずっと欲しかったですから、欲しいっていうかね、物がなかったもんですから、プラモデルはね売ってたのは知ってるんですよ。しかもこれね、日本のメーカーじゃなくて韓国メーカーかなんかのこうに韓国産のメーカーかなんかに日本が作ってもらったんですかね、サニーさんから出してたと思いますね。まあ、サニーさんと言いますと、サニーさんだったかな、今で言うとこの間のゴッドバードを作ってたとこですよね、名前忘れちゃったな。まあ、あそこのメーカーで有名なのは、韓国版ガンダムを作ってたところですね。300円のガンダムでパッケージが何ですか、アニメの絵になってた300円のガンダムというのがあって、それはあの韓国のメーカーで作られてましたよって、それがねマークだったかな、サニーだったかな、マークさんだったかな、忘れちゃったけどね、そこで作ってたのが X ボンバーもそこで作ったプラモデルだと思いますよ確か。それを日本で売ってたっていうか、そういうような、ものがあって、そのプラモデルがね結構欲しかったんですけども、まあ見たことがなかった。いやでもね、これはね劇中、これ人情劇なのに、これはなぜかね着ぐるみね、この特撮シーンだけはなんか着ぐるみのロボットになってガシガシ戦うっていうね、これがまたなかなかかっこよかったんですわ。なんかね、まあこれは良かったですよ、これ良かったですよって変な話ですけども、レビューになってないとっていう感じもしないでもないんですけども、まあそんな感じで、今日は X ボンバーというね、ちょっと紹介してみました。なんかあまり言葉が思いつかなくてすいませんね。まあこんなちょっと変形させるのに集中してしまいまして、なんか、すごい単純な変形なのにこんなに苦労してしまうというね、もうちょっと訓練が必要かなと思いますね。それではまた失礼します。